すごい。かわいい。すごいかわいい。まるまるのお母様からいただきました。すごっ。結婚おめでとうございますって。ありがとうございます。はい、皆さんおはようございます。今日は入籍日なんですけど、昨日の夜、前日の夜にもう語り合いすぎて夜中の 2,3 時とかまで語って、寝たのが本当に3時半とかだったんですよね。めちゃくちゃ寝たそれで今がもうちょっとで11時でしょ。だからなんか特別な朝っていうよりめっちゃ寝た休日って感じはい、まあ、でも気持ち的にはすごく不思議な感じです。今日焼け止めはしっかり、すんごい天気が悪いんですよ最近。まあ台風が、ね、何個も連続に来てたりとか、雨の日続いてて、もうなんか夏なんだけど、あの長袖じゃないと寒いくらいな気温ですし、雨の日も続いてるし、一応今日はなんか雨ではないけどめちゃくちゃ曇ってて気温も寒いっていう感じの日ですね。まあ私昔から雨女だったので、なんか私らしいなっていうはい、ちょっとコンシーラーでしっかりとカバーします。本当にもう一緒にも住んでるからさ、結局は何も変わんないんだけど、まあ名字が変わるって結構大きいなって思ってます。まあ私 SNS 活動も本名でセガシオリでやってるので、なんか結構セガシオリセガシオリってどんな時でもセガシオリセガシオリって言われてたし、まあみんなからもセガちゃんって言われる、名字で呼ばれることが多いので、なんかねセガちゃんじゃなくなるのが本当に不思議な感じなんですよね。しおりって呼ばれることがないから、家族くらいしおりって呼ぶの。だからなんかね、あのみんな結婚した後私のことなんて呼ぼうっていう会になって、これから出会う人はなんでこの人セガちゃんって呼ばれてんだろうってなるかもしれないけど、まあでもこれからもね、まあ、SNS はセガしおりでやっていくから、みんなセガちゃんってきっと呼んでもらえてもいいだろうし、まああとね普通に友達でも、もうセガちゃんもうセガだから今更変えれないっていう感じだろうから、多分セガちゃんって呼ばれ続けるんだろうなっていう感じです。てかみんなセガちゃんって呼ぶね、みんなセガって呼ぶねって言ってました。この動画は結婚報告の動画を撮る前だけど、結婚報告が先に上がってると思うので、なんか何言ってるんだろう私なんて言おう、なんかいつもこうやって応援してくださってる皆さんに嬉しい報告、まあ私事ではあるんですけど、結構昔からセガちゃんのそういう報告、結婚報告とか楽しみにしてるねって応援してくださってる方には言っていただいてたので、あ、ついにこの報告ができる時が来たんだなって、なんかちょっとドキドキしてます。まあこれから妻、夫として頑張っていくわけですけどもまあでもとりあえずは仕事もずっとやりたいなっていう気持ちはあるので、まあ本当に生活自体は何も変わらないんだろうなっていう、ね、入籍と同時に引っ越して同棲しますとかだったらさ、変化はあるんだろうけど、もともと同棲してたりとかするとなんかもう全然変化はないですよね。なんかマリッジブルーだけとかにならず、本当にこの日をずっと、もう決まったのが半年前くらいなんですけど、ずっと楽しみにしてたので、なんかすごい時が経つのも長く感じたけど、トータルで考えると、あ、この日まであっという間だったなっていう。よし、メイクこんな感じかな、いつも通りのメイクです。
まあ、あとはリップなんですけど、リップはロマンだなとこうかな、とりあえず薄く。まあ、あとは髪の毛とかは出かける前にちょちょっと巻いていこうかなと思います。お洋服ももう決まってるので、また着替えたりとかしたらお見せします。じゃじゃん、ついにこれだってもう2ヶ月くらい眠ったよね。ついに眠らせて、眠らせた。食べ物ってありましたよ。じゃじゃん、おしゃだね。え、なんかすごい包まれ方してるね。じゃじゃーん、カルティエパカ、いいね。うん、まるまるどっち、こっち、うん、あ、こうやってやるとね、うん、すごいね。俺、こっち、ここね、こっちの方が大きそうじゃない。うん、なんか緊張して手震えちゃうドキドキする。8月16日入ってますね、うん、じゃあいいですか、はい、覚悟の方はお願いします。装着、俺もこれつけさせてもらうんだ。うん、あ、そうだ、いきます。きつくしたから入れて、入る、むくんどる、むくんでんのかな、痛い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 。でもこっちに入れば緩いんだよ。あ、そう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 、どう、うん、ちょうどきつくない、緩い、うん、ここだったら緩い。あー、つけちゃったね。じゃじゃーん、結婚します。結婚しました。あー、すごい、これをつけっぱなしにする人生になります。どうですか、岩さんですね。初指輪。でもシンプルにしてよかったよね、本当、うん、めちゃめちゃ可愛い、シンプルで、うん、ね、ボクちゃんはね、ないね、ボクちゃんないね、ドッグリングとかね、ボクちゃんないね、ボクちゃんないけど、こうやってあんな、そうそう、あ、こういう結婚約届とやるのか、そう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 、俺はそのイメージだ。これ入ってる、こんな感じ？うん。はい、では今から出してきましょう。はーい。はーい、行ってきまーす。出る恐れがありますので、ヘッドライトは早めに点灯しましょう。はい、ということで今婚姻届出してきました。受理されましたね。ええ、あの、奥様って言われた時にはちょっとおーってなるけど、まあ、これから家族として頑張りましょう。せやな。はい、今お家の近くの陳ナビがめっちゃしゃべる。こまめに休憩を取りましょう。おしゃべりだ。おしゃべりなナビだな。家の近くの神社に行ってお参りをして、なんか夫婦のお守りを納めていただきました。はい、婚姻届を出してきて神社に行って夜ご飯は予約してるんですけど、それまで
間があるので適当に過ごそうと思います。すごいね、歌いて。すごい。白釜のように山のように乗せていくんですけど、そのままかけるわけいきませんので、北海道産のこの昆布をちょっとたっぷり乗せます。お塩もアコウの塩と言いますか、瀬戸内のお塩、ね、海水組合のためにたっぷり包んだお塩でございます。塩の味を染み込ませるというよりは、どちらかというと中の美味しさを外に逃がさない壁を作るような意味ですね。じゃあこれでちょっとこういう形ですね、蒸していきます。で、このアワビですけども殻から外していきまして、肝などを外しながらお皿に仕上げていこうと思います。そしてニンニクなどで仕上げたトマトソースですね、はい、その上から柔らかく仕上がったアワビを乗せていきまして、仕上げに最後このパセリのピューレですね、柔らかく細かく刻んだものを入れて仕上げた緑色のスープ感覚のおソースを上からさっとかけます。はい、ありがとうございます。どうぞ。表面は焼いて、中はちょっと、ね、そんなに油っぽくならずに軽いご飯で召し上がってくださいっていうところがあります。はい、どうぞ。ありがとうございます。めっちゃ贅沢だったね、めっちゃ美味しかったね、はい、なかなかこんなこともないので、すごい赤信号で私の顔が真っ赤っかということで、まあ、あと特別なことすることはないけどゆっくりしましょう、はい、一本だからめちゃくちゃ細いけど、まあ、これでいいか、はい、ということで帰ってきました。結構友達にはご報告して、すごいおめでたっていうね、LINE とかいただいてるんですけど、まだまだしばらく実感が湧かないかもしれないですが、これからは夫婦として家族として頑張っていこうと思います。皆さんも今後ともよろしくお願いします。ではバイバーイ。はい、相方みーちゃんからも何やら荷物が届きました。かの有名なバカラ、嬉しい。バカラってなんかすごい聞いたことあるけどさ、やっぱ高級で、ね、自分でなかなか買おうっていうのがなかったやつですよね。嬉しい、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。ハッピーウェディングって書かれてます。じゃじゃん。いやー、すごーい。あ、ちょっと持つのも緊張しちゃう。おしゃれなグラスをいただきました。こんな感じの、めっちゃおしゃれ。なんかもう持つの緊張するもん。やっぱなんか重たさも感じますね。ありがとうみーちゃん。なんかみーちゃんはまあもう11、12年とかの仲なんですけども、最初に会った頃からずっと仲良くって、で親友で相方でしょ。なので、でなんか10代の時くらいに、婚姻届の承認はお互い書きたいよねっていうね話をしてたんですよ。でようやくその願いが叶って、今回婚姻届の承認にみーちゃん書いていただいたんです。
で、こうやってね、プレゼントも送ってくれて本当嬉しい。そう、2021ってグラスのね、そこにもあの刻印されてるんですけど、輝かしい門出や記念日に人生の大切な瞬間を祝福するタンブラーです。こうやって2021って刻印されてたら、あ、結婚した年だなってすぐ分かりますもんね。涙出てくる、嬉しい。大切に大切に使わせていただきます。